半分、青い、は、2018年度上半期放送の NHK 連続テレビ小説第98作目の作品である。2018年4月2日から9月29日まで放送された。2017年2月22日に制作発表され、脚本は北川恵リ子の書き下ろしによるオリジナルストーリー。本作の企画は5年ほど前に遡る。 勝田夏子プロデューサーは、平成が終わろうとしている、この時期にトレンディドラマの女王とも呼ばれた北川にバブル家を描いてもらおうと考えたとも言う。北川の故郷である岐阜県と東京を舞台に、大阪万博の翌年の1971年に、生まれた、うかつだが失敗を恐れない、主人公、ニレアスズアイが、病気による左耳の失調を乗り越え、 高度成長期の終わりから現代までを駆け抜け、やがて一大発明を成し遂げるまでの物語を描く。主人公は、これまでの朝ドラでは最も昔の大実期から描かれ、子役の幼年期は、近年の朝ドラとしては珍しく2週にわたって放送された。また、障害のある人物を主人公とする作品も今作が初。タイトル、半分、青い、は、第12話で。 小学3年時の鈴愛が遠足当日に雨が止んだ空を見上げていったセリフでもある。なお、苦点で終わるのは朝ドラ史上初。ヒロインは朝ドラオーディション参加者2366人から初めてオーディションに参加して選ばれた長野メイで6月19日に本人に知らされ翌20日に発表された。この際、2017年度後半のワロ天下のヒロインで 長野の事務所の先輩である、青岩かなが祝福のツイートを投稿している。8月22日には、岐阜、故郷編の主な出演者が発表された。なお、この作品から2021年度後半、放送予定のカムカムエブリバディまで5作品連続で、主演オーディションが行われなかった。北川恵里子は、朝一の MC 陣のドラマの感想を述べる、ドラマ受けに対して、 逆に、ドラマ本編から朝一につながる、ドラマ私を脚本に書くことを考えたが、ドラマ本編の次の番組が朝1以外もあるため、NHK 担当者から止められた胸を、博多花丸との対談において明かした。2017年10月23日、岐阜県東濃地方で、クランクインし、主演の長野は11月から、江那市岩村町で撮影を開始し、 同月10日から14日に同地でロケ取材会が行われた。11月24日に岐阜、故郷編のその他の出演者が発表された。2018年1月10日に東京、胸騒ぎ編の主な出演者が発表された。3月8日、森本知恵がアートディレクション、レズリー・キーが撮影したメインポスターがお披露目される。3月9日、 1> 第1週完成試写会が行われた。4月7日、キャストポスターを完成発表。4月27日、人生、土頭編の主な出演者が発表された。7月9日、最終回の初行が完成。7月19日、作品終盤の主な出演者が発表された。7月30日、完全脱行したことを北側が発表。 執筆中に2度の入院をしたこと、北側から直接依頼を受ける形で友人で、朝ドラ執筆経験が3度ある脚本家の岡田、吉和が代打を約束して備えていたことも、明かした。8月17日、クランクアップ。ネタバレを防ぐなどを理由に、異例のメディア非公開となった。9月20日、秋からの朝ドラ、満腹へのヒロインバトンタッチセレモニーが、 NHK 大阪放送局で行われた。作中には、登場人物である漫画家の作品として、実在の漫画家である倉持ふ子の作品、いつもポケットに、ショパン、東京の笠の場、チープスリル、映画ある、海のてっぺんなどが登場する。ロケ地となる、江那市と中津川市を通る、明治鉄道は、長野名の写真が描かれた。 ラッピング列車を2018年4月から放送が終了する9月末まで運行した。NHK が岐阜、故郷編、東京、胸沢木編、人生、土等編、戻りました。岐阜編、再起奮闘編と発表していることに準じる。1971年7月7日、岐阜県東美野地方の山奥、名古屋へ電車で往復約5時間の場所にある、 東美野市、福牢町の福牢商店街で食堂を営む、ニレ屋、ウタロウ、ハ夫婦のもとに、南山の末に長女、鈴愛が誕生する。そして、鈴愛は、同日同病院で一足先に生まれた萩よの、長男、リッツと出会う。9年後の1980年、小学3年生になった鈴愛は、勉強は苦手だが絵を描くことが得意な明るい少女に、成長。 物理好きで友達の少ない律とは性格が反対ながらも大の仲良しになっていた。しかし平穏な日常の中、鈴愛は突然左耳の不調を訴え両親と共に大学病院へ行ったところ、ムンプス難聴と判明し、医者からはもう二度と治らないと宣告される。不安を感じながらも家族のためを思い涙をこらえ、律の前でだけ号泣した鈴愛だったが、 やがて気持ちを切り替え、律や家族の思いやりに支えられながら、難聴独特の感覚すら楽しむように成長していく。数年後、鈴愛と律は地元の長路高校に進学。同じく幼馴染みの西恩寺隆之介と、木、田原再生も交え、高校生活を謳歌していた。1989年、仲間は受験勉強で遊べず、 寂しい高校最後の夏休みを送る鈴愛は、立から貸し出された秋風羽織作品の少女漫画に夢中になり、2学期に入り就職内定後、秋風作品の影響取りつの勧めで、初めて漫画を描き上げる。そして秋風のトークショーに行った際に、秋風本人に漫画の原稿を見せ、弟子入りの誘いを受けたことを機に、就職せず、東京の秋風の下で、 漫画家を目指す決意をする。当初は反対していた両親からも右与曲折を経て進路を認められ、高校卒業後の1990年春、鈴愛は東京へと旅立っていく。一方、京都大学進学を志望していた率は、センター試験当日朝に誤って鈴愛に受験票を渡していたことが判明。結局は、 兄弟受験を断念し東京の私立大学である西北大学に進学し、母、和子たちの策略により鈴愛の転居先近くに住むこととなる。東京、港区の秋風の自宅兼事務所、オフィスティンカーベルで働き出した鈴愛だったが、飯足と呼ばれるまかないと雑用でペンすら持たせてもらえない日々が続く。ある日、 自身への不当な扱いをめぐり秋風と口論となった鈴愛は、原稿に掛け網を描く課題を与えられ、歴史次で正式にアシスタントになれるチャンスをもらう。先輩アシスタントの東堂誠に技法を教わった鈴愛は、努力を重ねて習得。秋風の秘書、菱本若菜や先輩アシスタントの小宮優子らも、そんな鈴愛の性格を知るにつれ、協力的に変わっていく。 一時は、秋風のネームを破棄した疑いで解雇された鈴愛だったが、ひょんなところから見つかり、冤罪と判明し、秋風から謝罪されるとともに、駆け網の出来も認められる。そして、鈴愛は、秋風の現行のアシスタントをしながらハードな指導を受ける日々を送る中、律の友人、浅井正人から優しく前向きな言葉をかけられ、恋をする。一方、律は、 ロボット工学に興味を持ち、大学教授、宇佐川わ郎の研究室に所属。高校時代の初恋相手である、伊藤清と大学内で偶然再会し、やがて交際を始める。6月の終わりに、マサトに振られひどく落ち込んだ鈴愛は、律の慰めと、優子と僕手の気晴らしで元気を取り戻す。そして迎えた19歳の誕生日。 リツとの中を嫉妬し憤慨する清と衝突した、鈴愛はリツを独占する発言をして、火に油を注ぐ。これを機にリツと距離を置くこととなった鈴愛は、秋風からリツとの秘伝を漫画に描くよう命じられ、昇進にこらえながら、執筆に集中する。鈴愛の様子に僕手と優子も影響され精進し、1992年春、優子が、プロデビュー。初夏、僕手は、 鈴愛に譲ってもらったネームを使用し、秋風の義理を裏切る形で、プロデビューをした結果、破門される。そして、鈴愛は、僕手が辞退した少女漫画雑誌の新人賞を繰り上がりで受賞し、プロデビューが決定。鈴愛は、月刊少女漫画誌へ、優子は、週刊青年漫画誌へそれぞれ連載が決まる。1995年、鈴愛は、 アシスタント二人雇い連載を続けコミックは4巻発行される。一方優子は人気の加工により編集者から連載打ち切りを言い渡されスランプに陥り執筆の情熱を失った末結婚し漫画家を引退する。同年9月17日誕生時に世話になった医師、君か先生の還暦パーティーを諸事情で一時は欠席を決めた鈴愛だったが 気が変わって終了後の会場に駆けつけ、君か先生の話から、兄弟大学院に進学した率が、ロボットの学会で受賞し、5年前に鈴愛が七夕の短冊に書いた願いを叶えたことを知る。京都に帰る率を追いかけ、数年ぶりの再会を果たした鈴愛は、率から大手企業である、菱松電機への就職の報告と、 プロポーズされるも、漫画家として成功してから結婚したいと考え、無理とだけ答える。九百九十九年春、すでに連載が打ち切られ、仕事を失った鈴愛は、秋風のアシスタントと引っ越し屋のアルバイトをする日々を送っていた。秋風は、晴れの懇願を受け、鈴愛に対して、企業と見合いを促そうとするが、鈴愛の執筆への情熱を察し、人肌脱いで、鈴愛に、 差し絵と漫画の仕事を圧線する。しかし、漫画のネームが進まず、スランプに陥る中、律の結婚を知りいたたまれなくなった鈴愛は、仕事を放棄し大阪の律の新居に行くが、妻のより子の姿を見た途端に途方に暮れ、早々に引き上げる。東京に戻った鈴愛は、相変わらず、ネームは浮かばず、精神的なショックも加わり混乱する。秋風のアドバイスで初心に帰り、 高校時代に描いた漫画のように、ネームなしで執筆し、僕テと優子にも手伝ってもらうが、やはり筆は途中で進まなくなったまま、入校締め切り当日を迎える。秋風があらかじめ用意していた鈴愛原案、秋風作画の原稿を代替に入校して事なぎを得るが、才能の限界を悟り、漫画を描くことが苦痛になった鈴愛は、漫画家を辞める決心をし、 秋風のもとを去っていく。1999年秋、両親には漫画家を辞めたことを告げず、わびしいアパートに転居し100円ショップチェーン店、ダイナゴンでアルバイトを始めた鈴愛は、28歳という年齢を気にかけ、つましい生活を抜け出したい思いもあり、婚活を始める。そんな中、ダイナゴンに、美青年の映画助監督、森山良次が臨時アルバイトに加わる。 そして、鈴愛と両継は共に惹かれ合っていき、出会ってから6日目で結婚を決める。ニーレの絵の人々からも、両継は受け入れられ、周囲の祝福の下、2000年春に結婚式を挙げた二人で、あったが、両継が支持する映画監督、元住吉翔平が撮影中の新作映画のスポンサーが交板し、両継は独断で結婚資金を継ぎ込む。そのため、 大納言のオーナーである、両継ぎのおばたちが住む藤村家の倉庫部屋を曲がりし、新婚生活を始める。ある日、鈴愛は、両継ぎのおば、藤村三枝から、社長兼店長への昇格と100円ショップの独立経営を提案されるが、夢に向かう両継ぎを支えたいために辞退する。そんな、鈴愛の思いを知った、両継ぎは、映画監督デビューを目標に、一年発起し、 ベストセラー作家、佐野由美子の小説を原作にした脚本を書き始める。2年の歳月を経て脚本は完成するが、映画監督のチャンスは、新作映画の失敗で困窮していた翔平に横取りされる。両次は、心が壊れ、すさんだ生活を送るようになるが、鈴愛の妊娠を機に立ち直り、家族のために映画の仕事から身を引く。 2002年12月23日、鈴愛は長女、花の出産。一方、密かに、翔平と連絡を取り続けていた、両次は2003年に、由美子から脚本執筆を依頼され、気持ちが揺らぐ。そして2007年、家族に内緒で脚本を書き上げ、映画監督デビューが具体化した、両次は安定した家庭を捨てて、夢にかけることを決め。 鈴愛に突然別れを切り出し家でする。鈴愛は当初は混乱するも、両継ぎの揺るがぬ決意に俺離婚を受諾状況以来初めて帰郷したいと思い、2008年春、花野と共に、藤村拓を後にする。突然の帰郷と離婚報告をしたために、実家から困惑された鈴愛だったが、結婚し、地元で暮らし続けるブッチャーと、なせ 病状が思わしくない和子のために単身で実家に戻った、ただしらの変わらぬ様子に安堵する。実家は様変わりして居場所がなく、晴れからの催促で仕事を探す、鈴愛は、僕手と一緒に遊びに来た、優子の言葉に触発されて、企業を決意。繁盛する家業の二号店として、祖父、千吉が作る小平餅をメインとしたカフェの開業を、思いつく。 夫婦や安海外旅行の貯蓄を回転資金の当てにされた晴れはへそを曲げるが、和子のアドバイスで協力に転じる。老齢で店に立てない千吉は、鈴愛に五平餅の作り方を伝授。特訓の末に鈴愛が習得したのを見届けた後、二号店回転に期待しながら自宅で眠るように他界する。回転準備は着々と進み、店名は千吉が 生前ひそかに考えた、千吉カフェに決定。鈴愛は、衰弱が進む和子にやりがいを持ってもらおうと、店のマスコットキャラクター、岐阜県の声として、客の話、相手の仕事を依頼する。千吉カフェは6月の開店当初から賑わい、経営は順調。また、岐阜県も、相談の列ができるほどの人気となり、和子の容体も一時は解放に向かうが、仕事中に、 発作で倒れ、律が感謝の気持ちを伝えた8日後に死去する。同時期、従業員の武人は、ブッチャーの姉、玲子と婚約。玲子も千吉カフェで働き始め、鈴飼いは居づらさを感じるようになっていく。そんな中9月、企画会社、ヒットエンドランの社長、妻狩雅彦に、岐阜県商品化のライセンス契約を依頼される。折しも花野のフィギュアスケート選手の夢を叶いたいと。 模索していた鈴愛は、神宮スケート場の近くに、事務所を構える、ヒットエンドランへの就職を条件に承諾。千吉カフェをタケトに託し、再び状況を決める。一方、大阪への帰宅と復職を予定していた律は、上司からスタンフォードへの転勤を打診される。より子は、出生欲から賛成するも、息子、翼の生活環境の変化を懸念し律は、 気乗りしなかったが、和子の遺書を読み、すれ違いが生じていたよりことの夫婦仲を再構築しようと考えを変え、渡米を決意する。結局夫婦関係は修復できずに離婚した率は2010年に帰国。ロボット事業の下火により東京本社に配属され、高層ビルの中で息苦しさを感じながら管理職として働いていた。同年の夏、マサの紹介で、 杉並区風の谷に転居した律は、ヒットエンドランが倒産して一人メーカー、株式会社不義用、義用を始めるもうまくいかずに、五平餅の移動販売をしていた鈴愛と偶然、再会。マサトと花野も交えて交流が復活する。そんな中、ハレがガンに罹患したと知った鈴愛は花野を律とマサトに、預けて帰省。同日、株式会社フギ用、 ディオが入るシェアオフィスの祭りに、花野の付き添いで出向いたリツは、そこで、学生時代のロボット開発の同志と再会したことや、理想の環境であることから、シェアオフィスでの一人メーカーに興味を持つ。当初は、反対した鈴愛も、リツの考えを容認し、予定している入院生活を憂える晴れの話を、ヒントに、そよ風のような風を発する扇風機の製造を、事業内容に決定し、 リツは、ひし松電気を退職する。そしてリツが、鈴愛やマサの協力を得ながら扇風機開発の実験を進める中、晴れの容体が急変する。緊急手術で一命を取り留めた晴れに対してリツは、鈴愛と共に、株式会社スパローリズムを立ち上げ、そよ風の扇風機を開発していると報告。話を聞き扇風機の完成に期待する晴れだったが、 5年生存率は50%と、医師から告げられる。一方、鈴愛が大納言時代に知った、扇風機の風を壁に当てると柔らかくなるとの知恵で、開発が躍進。花野の,のスケート体験から羽を二重構造に、鈴愛と律が幼い頃に作ったゾートロープの構造から、d c モーターを使うことを思いつき、ようやく第一号製品が完成し、そよ風ファンと命名する。 律との発明のかたわら、金融機関に融資の申し込みや製造工場探しに奔走する鈴愛だったが、どこも断られて行き詰まる。そして資金も底を突き負債も抱え、さらに製品も製造コストがかかって高額になったため、収益が見込めずに苦悩する鈴愛と立は、付局に市場販売の協力を依頼。商品発表の際の映像を、 映画監督として成功した、両継ぎに作ってもらおうと考えた鈴愛は、久しぶりに彼と再会し、数年前の身勝手を浴びると共に感謝を述べる、両継ぎに対して、映画監督成功の祝福の言葉をかける。こうして迎えた2011年3月11日の扇風機の制作発表会、鈴愛がプレゼンをする最中、東日本大震災が発生する。 地震発生から3日後、そよ風ファンのプレゼンは成功し資金は集まるも、震災の影響から量産は困難を極める。一方で、鈴愛は仙台に住む優子の安否不明を気に病んでいた。そんな中、花野が地震の恐怖で訴訟をしたことで、クラスメートからのいじめにあっていると知る。花野は優子を心配する鈴愛に気がねし 自身の考えを相談しようと律を尋ねるも不在。そのため藤村家に行き、両継ぎとの面会を望む。そして、両継ぎとの再会を果たした花野を迎えに行った、鈴愛は、彼から復縁を持ちかけられるが、律を大事に思う気持ちを自覚した鈴愛は辞退する。その後、優子の死を知った鈴愛はひどく落ち込み、実家に帰省、西洋を経て、仙台の優子の自宅を訪れる。 ゆう子の夫から彼女が生前に扇風機関成を期待していた話を聞いたことや、彼女の携帯電話に残された遺言を聞き励まされた、鈴愛は東京に戻り、ゆう子の分まで生きると決め、気持ちを奮い立たせる。2011年7月7日、七夕。そよ風ファン販売の目処が立ち、実家で祝賀会の準備をする。鈴愛は、そよ風ファンの風を浴びる晴れの様子を見て、 急遽商品名をマザーに変更する。祝賀会を終えて帰路につくつは、鈴愛に誕生日プレゼントとして、彼女から高校時代に所望されて、自身が発明した傘にあたる雨の音がきれいに聞こえる傘を送る。プレゼントに対するお返しがない胸を話す。鈴愛に、率は、彼女が書いた、率の傍らにいたいと書いた七夕の短冊を見せる。そして二人は、 互いの素直な気持ちを確かめ、抱きしめ合う。数日後、鈴愛が待ちわびていた雨が降る。天球の中、律から送られた傘を差した鈴愛は、一緒に傘の下に入った晴れと花のとともに、綺麗に聞こえる雨音を堪能するのであった。岐阜県東美濃市の福袋商店街で食堂を営んでいる。2008年6月に、 同じ、ロウ町の夕霧高校近くに2号店となる、千吉カフェをオープンした。そうが家業を継いでからは繁盛し、従業員も雇うようになるが、スパローリズムへの出資は、岐阜県人の気質もあり、断った。また千吉が連死にプレゼントしたロウのブローチは晴れ、鈴愛に受け継がれ、花野が結婚した時は彼女に受け継がれることになっている。 つくし食堂関係者岐阜県東美野市の由緒正しい家柄。同じ福羅商店街のつくし食堂から徒歩5分の場所で老舗の萩尾写真館を営んでいる。有限会社西恩寺不動産を営む町一番の資産家。千吉カフェの大家だが、口述する霊子の結婚により賃料は取らないようになっている。岐阜県東美濃市の福羅商店街で 洋品店、おしゃれもくたはらを営んでいる。千吉カフェの制服も制作した。なお、上記の鈴愛、律、龍之助、那瀬の4人で、副老会を構成する。赤坂にある、秋風の自宅兼漫画スタジオ。鈴愛が入所する寮、秋風ハウスが隣接している。東京にある、私立大学。藤村家は、姉妹3人で、 東京の下町にある一軒家に同居。戦前からオーダーメイドをメインとした老舗帽子店、三月うさぎを営んでいたが、経営難により1998年から店舗を事業転換し、三人でフランチャイズチェーン店、百円ショップダイナゴンの共同オーナーに就く。両次と鈴愛の離婚後も鈴愛と花野と藤村家の交流は続いている。主題歌は、 星野源のアイデア。当楽曲は放映された TV サイズとフルサイズでリリースされたものとはアレンジが異なっている。タイトルにちなみ、青い空と雲を用いた映像。鈴鹿と両親が左側、続いて、律とその両親が右側とクレジットは基本的に定位置。最後の雲は月替わりで6種類。映像の制作陣は国民ほどの指名コンペによって、 選ばれた。日替わりで視聴者から送られた写真に絵を施したアート作品であるアイデア写真を紹介した。岐阜県の東農、ロ六市の商工会議所などで作るツーリズム、東見の協議会は半分、青い、の放映による2018年度の東見の地域を中心とする県内への経済波及効果は約32億7000万円との試算を発表した。 ノベライズ本北川恵理子、著、前川奈ノベライズコミカライズ本北川恵理子、著、村田純子、コミカライズドラマガイドムックフォートブックスピンオフ。ありがとうございます。